はい、それでは皆さんこんばんは。まずはね、今日中学1年生なんですけど、反比例の紹介、それと座標の読み方、それから直線の読み方、書き方もやりました、読み方もやりました、比例定数の求め方も比例の方はやっておきました。そのうち今日はとっても簡単めで、だけどここは絶対押さえなくちゃいけないよっていうことを確認をしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。ではまずはね、反比例の紹介です。面積が40平方センチメートルの長方形、まあ40平方センチメートルと決まってるとしますね。面積は必ず40になりますよ。で、縦と横があるんですよね。で、長方形の面積の求め方は縦かける横なので、縦を X センチ、横を Y センチとすると、もしも縦が1センチの時は横は 1×40 にならないと40という面積が出てこないよね。だから40という数字を入れることができるんです。それから縦がもし2センチになってしまうと 2×20 だと40になりますよね。ですから横は20センチ、4センチならば 4×10、 これが横の長さになって40という面積になりますよね。8は8、5、40ですよね。そして10は 10×4 が40になって40という面積が出てくるんです。まあもう少しありますけどね。こんな関係の表を書くことができます。では X の値が2倍になった、そして4倍になった時、実は比例の時は2倍になったら Y も2倍になります。4倍になったら Y も4倍になったんだよね。これが反比例の時は、見てください、2倍になった時40から20と2分の1倍になっちゃってるんです。4倍になった時40から10と4分の1倍になってるんですね。これが比例と大きく違うところですね。すると答え方は Y の値は2分の1倍、4分の1倍、点点点になると、こんな形で答えると出来上がります。それでは関係式はどうなったか。比例の時は y=ax、 例えば具体的には y=4x、 こんなような比例、そしてこの4を比例定数と言いましたよね。反比例の時はどうなるかというと、実は x で割るんですね。 y は x 分の a と書きまして、反比例でも実はこれ比例定数って言うんです。面白いですね。ですのでこの a40 というのが入って、 y は x 分の40、 ちょっと確かめてみますか。 x が1の時1分の40だから y40 ですね。 x が2の時2分の40、2分の40ですから y は20になってますね。こんな感じです。ですので y=x 分の40、比例定数はそのまま40、こんな形で書くことができた。こんな反比例の式なり、比例定数なり、2倍4倍になると2分の1倍4分の1倍になるよという性質を紹介いたしました。奥深くはまた来週ね、行きたいと思います。さあ座標の読み方を次は真ん中です。確認しておきましょう。 X 座標を先、横軸を先、縦軸を後に読みますね。ですので A の座標、さあどうやって読んだかな A ね横2、縦-1ですので、括弧をつけますが、読み方は2-1と読むだけで答えです。
書き方は括弧をつけてカンマを入れます。2カンママイナス1括弧閉じと書きますが、読み方は2マイナス1。では B の座標どうでしょう。 B の座標はマイナス3ですね。マイナス3ですね。ですのでマイナス3マイナス3、こんな形で読んでいきます。 C 1ですね、3ですね。ですので1、3、 D マイナス3、そして0ですのでマイナス3、0、 E 0です。まずはそして下がマイナス3ですので0、マイナス3、こんな形で読んでいます。ところで原点に関しては X 座標も Y 座標も0なので0、0というのが原点、ここになるんですね。はい、それでは直線はいっぱい書いてきました。読み方も確認できたと思います。読み方をここで確認しますね。丸1番の直線です。今さっき座標で読んだのはここで言うと2、1と読めるわけですよね。さあ、そして直線の読み方ですと2、右に行って1、上に上がってるんです。だから2、右、1、上、2分の1という比例代数なんです。2分の1ですので、1番の直線は y イコール2分の 1x、 こんな形で拾ってきたはずです。2番の直線、1、右、下、3、1、右、下、3、だからマイナスです。下だからね。ですので丸2の直線は y イコールマイナス1分の 3x、 これ整数になりますよね。ですので丸2はマイナス 3x という直線になるんですよ。はい、こんな形で今日は反比例と座標、直線の書き読み、こんなことをちょっと復習しました。さあ、次はもっともっと深くにちょっと行ってみようじゃん。まずでもこれを知ることが大事ね。さあ、頑張ります。